リンスポットでのハーブガーデン紹介です。今日は7月のムフェンネルの様子を紹介します。今の時期は草丈がものすごいこう高くなってきて、黄色い花をたくさん咲かせています。花の様子も咲き始めからこう満開になるまで、その変化が面白い花なので、その違いも見ていただけるように動画を撮ってみました。今日はその成長するフェンネルの様子を紹介します。これフェンネルですね。満開になった状態はこっちの方ですね。これがまだつぼみの状態、こんな感じですわ。こういう感じで、大きなったらもっとブワーッとなりますからね。それは後で見てもらったら分かるんですけどね。さっきのフェンネルがね、伸びてきたらもうこんな状態になりますからね。2メーターちょっと以上いきますよ。こんな状態、こんな感じですね。咲いてる状態、まあ、これのつぼみやけども、こんな状態になって、あとね、これで台風が来たりするんですわ。そうするとバサッと倒れたりしますからね。それはきれいに切り取ってどっかへ固めて、堆肥作ってくださいね。固めてくださいね。固めて堆肥でも作ってもらったらいいのができますけどね。